このね、いろいろゴミっぽいもの、これタケノコの皮とかキャベツの外葉とか人参の皮とかこういうの敷いてます。これ前から動画で話してるけれども、まあ、敷き草の一環としてやってます。この下に虫が集まってこの敷いたものを食べて分解して土を作ってくれると、そういう狙いでやってます。でその分解を促進するために、巻いてるのがこれ米ぬかね。米ぬかは分解早くて、栄養素が多いんで微生物をさらに活性化させて、分解を促進して土を作ってくれると。これはあれだな、吹きの皮だな、ま、こういう風にね環境を作ってあげる。そして草もねある程度残しながらね、これ箱べだ、これなんだろう、梅雨草とか言って、まあ、箱べと梅雨草が生える土はいい土なんで、ここはいい土だと判断できます。あとほらこのイネ科の草もねある程度残しておきながら、コンパニオンプランツだってさ、あとネギとかね、これも結局環境ね多様性を確保するためにやってるんで。そして奥の方、これアケビね、俺アケビ山菜取ってきて種をここにプププププププって吐き出して育ててます。でこっち山菜の強者ニンニク、まあ、苗買ってきて増やしたんだけども、この行者ニンニクね、ニンニクの香りするから、虫も遠ざけるし、まあ、多様性をね確保するに使える芍薬とかあって、でこれカマキリの卵まだ生まれないけども、いろいろボタンとかもあって、まあ、こうやってねいろんな植物を育てて多様性を確保しつつ、土を露出させない、裸で日光に当てないでこうやって覆ってあげると、下で生き物を育てながら土を作りながら作物を作ると、環境を作っていく。当然こうカビ生えるんだけども、そのカビがね他のカビを寄せつけなくなるんで、枯れたものを食べるカビと生きてるものにつくカビっていうのは違うものなんで、別の種類なんで、先に枯れたものを食べるカビをいっぱい増やしておけば、こういう生きたものにつくカビってものを寄せつけないで、まあ、枯れたもの死んだものを食べるカビが優位になるんで、まあ、そういう風なバランスを取りながらね、逆にそういうのが防御になるんで、カビは全部悪いんじゃないんだよ。いいカビっていうか生きてるものにつかないカビは別にいてもいいんだから、当たり前なんだから、土の中にいっぱいいるんだから、そういうものは育てながら、でこういうそいつを先に優先的にこの畑に住ませてしまえば、そういう病気のカビの元にあるカビはなかなか増えないと、そういう狙いでやってます。だからね、多様性があれば意外とね病気とか虫って怖くないのよ、本当に。ただこれがトマトならトマトだけの環境を作ることによって、トマトのねを食べる病気とか虫ばっかりになっちゃうから、それを避けるためにアケビもあって、枯れた草もあって、ハコベもあって、これシソだな、シソも生えてるし、ネギもあるし、バジルもあるし、行者ニンニクもあると、芍薬もいて、フキもあって、ボタンもあって、もう訳が分かんないです。何年も前のコリアンダー、パクチーもあるし、勝手に生えてくるんで、もう実がついて自生しちゃって、まあ、そういう風にして環境を作っていくと。単一な環境を作らない、いろんな生き物と植物、動物、虫、それがいるような環境を作ってあげる。これが、無肥料無農薬自然農法有機栽培の栽培のコツになります。ああいう草むらにいろんな虫が住む、その虫がただの虫が益虫を呼んで害虫を食べてくれると、ね、トマトだけの環境を作るんじゃないんだよ、もういろんな植物がいてそれでいいんだよ、大丈夫だから。そう恐れないで、草は最低限取るだけで十分だから、お日様が当たって風通しが良ければ十分だから、風通しが悪くなってお日様が当たらなくなったら取ってあげればいいからね、ある程度生やしても大丈夫だから、恐れない、自然の中で山菜とかが健康に育つのと同じ、大丈夫だから、これで大丈夫ね。まあ見た目汚いけどね、ゴミ捨てるような感じだからさ、だけどもこの俺らが食べない野菜くずとかタケノコの皮とか切った草とかは土のご飯、生き物のご飯になるんで、は捨てない、ここに置いておくというのが大事になります。